そんな技術から私のように片足で立っていることができますか？難しいですよね。この U3X は私がバランスを取る技術から生まれました。さらに人が歩くことに近づいたロボット、アシムの技術から歩行アシストという人が歩くことをサポートしてくれる技術も形になった。人に近づける技術からもっと人に役立つアイデアを、ホンダの情熱は次々に大物を生んでいる。